大阪南高野町園内部大阪南高野町園は大阪市住の駅にある野町園として整備された公園である大阪市港湾局が運営しているいにしえより大阪南高周辺は住吉浦という自然豊かな地であったが現在は人工干潟として多くの渡り鳥の飛来地として屈指の存在となっている1983年 地元住民の熱望が実り、当時埋め立て造成中であった湿地帯を野鳥園として開設するに至った。そのまま造成が完了していれば、古来この周辺にトライしていた死ぎ地鳥類の居場所が消滅するのは明らかだった。園内は12.8ヘクタールの干潟と6.5ヘクタールの緑地に分かれ、四季それぞれに様々な野鳥をはじめとする小動物などが多く、 観察でき、市民の野鳥観察会や学校の環境教育の場として利用されている。特に鳥類では大鷹等の猛禽類や環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されているツクシガモなど貴重な種が飛来している。2003年7月21日にはマレーシアのクアラルンプールで開催された国際会議渡り性水鳥保全委員会において 国際的な湿地保全制度である、市議地取りネットワークへの登録を正式に認められ、渡り鳥の中継地として重要な湿地であることが国際的に認められた。東、アジアオーストラリア地域では33番目、国内では6番目の登録地となる。ありがとうございます。